インターコンチネンタルピア8の方に来てるんで紹介していきたいと思います。赤レンガにもこう行けちゃうんで、めちゃくちゃいい場所ですね。これ。ラウンジ抜けた奥に階段上がるとルーフトップバーがあるんですよ。すごい見晴らしがいいです。今はこれやってないってことなのかな、この時間はまだバーの方は。ただ入れることは入れるし、景色はすごい綺麗ですね。もう赤レンガも見晴らしもいいし、めちゃくちゃ混んでんな。で、7時半からあのクリスマスマーケット赤レンガの予約してるんですけど、そこしか空いてなかったんですよね。多分もう8時からなんか花火が上がるみたいなんで、それに向けてみんなこう予約バンバンしまくって、多分そこしか空いてなかったっていう感じですね。こっちにはこういう感じでカウンターとソファー席もあります。こっちにはもう一個のインターコンチネンタルの面影がありますね。
ぱインターコンチといえばね、ピアノみたいなところありますよね。このピア8もロビーではこうピアノがね生演奏されてて、ピアノ大好きな僕にとってはやっぱりたまらないホテルではあります。結構寒いけどね、気持ちいいですね、こっからこう見るのも。僕ら4階の443なんで、443行きます。スパとかジムとかもあるしね。5階にはラウンジとさっきのテラスもあるしっていう感じ。2階がフロントレストランバー。もうこっからのベイブリッジ見れるし、ここになんか中庭みたいなやつ、庭もあるんじゃない。これがすごい綺麗。ほら中庭もちょっとなんか湯みっぽくなってるし。ここはね、ジムとスパハイビレルの綺麗だね、めっちゃお疲れだ。これジムです。結構いい感じじゃないですか。十分なんか広さもあって。で、前には中庭とかが見えてね。音楽は結構イケイケだな。音はちっちゃいけど。マットもあって。ヘッドホンとかあります。ティッシュ、タオルとかもあるし、バランスボールとか。充実してるな。あ、ここに水もある。冷蔵庫とか多分無料です、ね、わかんないけど。なんかこのこういうタッチのボトルクはありますね。で、もう入ってすぐの443。このボトルク。部屋こんな感じです。クローゼットがまずおしゃれですよね。なんかこっち全身鏡になってめっちゃでかいです。鏡これランドリーとか入ってる。なんかいちいちおしゃれですよね。これもなんかこう旅行用のバッグみたいな。これはあれかな、アイロンかな。旅行用のね、あのトラベルバッグみたいな感じの取っ手になってるのがすごいおしゃれ。本当にできたばっかりのホテルで、去年とかにできてるんで、もう超絶綺麗ですよね。で、ここがトイレ。中に入ったら自動で蓋が開きます。ハイテクです。この絵も洒落てるよね。ちっちゃいのがスタイリッシュで。これお風呂。洗面ガラス張りでね、もうあっちが丸見えになっちゃうんですけど、まあ、これはこのボタンを押すと一気にこうなるっていう。これすごいですよね。すごい技術。もう外からも見えないし、中からも見えない。バッチリです。これもすごいでしょ。面白くてなんか何回もやっちゃうよね。
その浴槽も結構広いです。でこの鏡がねすごいんですよね。なんかもう本当写真とか撮ると今まで出会ってきた鏡の中で一番盛れるんじゃないかぐらい写真盛れるんで、ぜひ来た人は写真撮った方がいいです。ここで、でこれは多分バスソルトかな。うん、アメニティは頼むタイプですね。最初からはまあ置いてないんで、最近のホテルはもうどこもそんな感じですよね。パナソニックナノイー、またもや、これが結局一番いいんですよ。ここは扉じゃないです。こっちが部屋、ブラシとか歯ブラシとかシェーバーなどなど入ってます。これなんだ、マウスウォッシュですね。でここにこうドアアップで見れる鏡もついているので、メイクするのには困らないと思います。これが固形石鹸、ハグラリア、これがコンディショナーとかシャンプーとかですね。全部ハグラリアです。室内はこんな感じです。これキングサイズベッドですね。すごいね、スタッフさんのホスピタリティも高くて、なんかこう最初の案内をこうしてくれてる時に虫がこう入ってきちゃってたんですよね。窓がこう窓普通に開いてるんで、やっぱりどうしてもそれは入ってきちゃうと思うんですけど、その虫をこうね素手でバッと掴んで失礼しましたつってね、何事もなかったかね説明を続けてて、すごいなと思って、プロですねやっぱり。でこここういう風にもう一周できるようになってるんですよね。こういう感じで、で真ん中にお風呂があるっていう、これもすごいなんか新しいデザインですよ。こんな感じです。で、ここでメニューとか全部見れる感じですね、テレビで。すごい綺麗ですよね、夜も。で今日はちょうどね、横浜ミッドナイトハーバーっていうなんかクリスマスのイベントがやってるみたいですね。このチラシをくれました。こんな感じです、景色は。ここがね、1階、2階が、あれですね。ハンマーヘッドっていう商業施設というか、まあ、ご飯屋さんがいっぱい入ってる、まあ、モールみたいなところが1階なんですけど、1階と2階なんですけど、3、4、5階がこのインターコンチネンタルピア8っていうホテルになってるっていう形ですね。で、あそこが、もう赤レンガがもうすぐ歩いて行けるところにあって、
かなり便利ですね。クリスマスマーケット行った後にこうベロベロで帰ってこれるみたいなのが最高ですね。下は駐車場がこう13台だけあるみたいです。ただ確かね、ここがすごい客室あるんで全然多分足りないんですけど、ハンマーヘッドシャークとか、ハンマーヘッドシャークじゃねえ、ハンマーヘッドの方の駐車場とかこう止めても、それをこう割引してくれて2000円とかで無制限で使えるっていう感じになってるみたいです。その時は駐車券を持ってけばできるとのことです。もうこんな感じで船がね発車してて安らぎますね。ちなみにあそこにベイブリッジも見えます。なんか赤レンガの方が綺麗ですね。全室45平米以上っていうことなんで、本当全室こう広めに作られてるっていうのがすごい、どの部屋になってもいいですよね。でこの部屋はオーシャンビューなので海が見える部屋なんですけど、反対側にはこのシティビューっていうのもあって、そちらもすごい綺麗で人気みたいです。これなんだと思います？すごいおしゃれな箱というかね、感じなんですけど、これをこう開けるとドリンクコーナーなんですよね。これがめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。こうミニボトルがたくさんあって、でコーヒーメーカーとか水とかがあってね、これは何だろう、和菓子ですね。も食べれるみたいです。こちら無料で食べていいみたいですね。でこれ下がこんな感じで、これがねこういうタイプの冷蔵庫なんですよね。ここにグラスとかこう収納されてる感じです。こんな洒落た冷蔵庫ありますかね。普通に欲しいですけどね、家に。これお菓子とか。で、ここに飲み物とかね、お酒とかあります。こういうワインとか。これは多いお茶、水、ペリエ、ウィルキンソン。これはね、シュウェップスのトニックウォーター。で他にもこうハイネケンとかお酒とかもあります。あとコーラとかアサヒスーパードライ、カナダドライ、うん、すごいですね。でなんかね、このソフトドリンクはこれ全部ね、お、これあれですね、バルミューダのケトル、ホテルに置いてあるのは珍しいですね。さすが最新。ドリンクはね全部無料、ソフトドリンクに関しては。こんな感じで、酒はお金かかるんですけど、ドリンクはソフトドリは無料です。っていうのも太っ腹ですよね。ちょっとさっき飲んじゃったんですけど、このリンゴジュースと、オレンジジュースも無料です。
で、今日は、なんかロングステイのプランで26時間パックなので、僕ら4時ぐらいに入ったので、なんと明日の夜6時まで、いられるっていう、素晴らしいプランです。ここがパジャマ入れですね。まあシンプル。こっちはスリッパとこういうケアアイテムですね。下はね何もないの。うん、こっちもない。夜こんな感じですね。ここ窓がね、真ん中これ全開に開けられるんで、めちゃくちゃ気持ちいいっすよ。すごい。ほら。ここ窓、全開けっす、真ん中。ね、マリンウォークが、すごい綺麗に見えますよ。